さあ敵あとリッターだけ、あとリッターだけ、さあこれ冷たい冷たい、さあ避けて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 、さあ冷たい撃ったね、オッケー外して、おわしナイス、そこ見えてるの、あこれやれるくない、オッケーナイス、しっかり止めてよ、ローラーとハイドラそこね、オッケーオッケーオッケー、ハイドラやっていく、ローストライブ絶対やる絶対やる、オッケー、ラストリッターラストリッター、いけいけ、リッターやれ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 、バカバカやれるんかーい。あ、待って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 、おめえ。はい、どうもとしです。というわけで今日もね、スプラトゥーン3の動画撮っていきたいと思うんですけど、今日はね、金メダル美術館のガチアグラでめちゃくちゃいい試合たくさん撮ってきたんで、よかったら見ていってください。ちなみにね、編成見ればわかるかもしれないんですけど、これは X マッチではなくて、なんと11月に撮ったエスプラ50のバンカラマッチの試合です。はい、というわけで見ていきましょう。さあ、編成はね、敵にだけリッターがいるんだけど、まあ、それを除けばね、まあ、こっちもだいぶ戦えるかなといったところ。まあ、まず初手メガホンで敵の位置を暴きつつ、さあ、ここで裏をぐるっと回って2枚やっていく。あと、ローラーだけだけど、ローラーどこだ？ローラー、OK やってくれたね。というわけで、全員敵リスからなんで、リスから来る敵を抑えたいんだけど、さあ、リッターやりたかったんだけど、これは敵の復帰は間に合っちゃいそうなんで、ここの高台を取りに行く。さあ、いや、これやれたら強いけど、OK、アイコなら十分。で、無事第一関門取れたんで、この調子攻めていきたい。味方がね、結構破れる後ろにいるんで、自分がどんどん前に行って前線を上げていきたい。さあ、そこ見えてる。まずは1キル。さあ、敵、あとリッターだけ、あとリッターだけ。さあ、これ冷たい冷たい。さあ、避けて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 。さあ、冷たい。撃ったね。オッケー、外して。おわし、ナイス。オッケー。あ、待って待って待って、インカない。くぅ。オッケー、味方がワイプアウトを取ってくれたんで、これはもうどんどん行きましょう。これ一人味方が乗ってくれてるんで、自分と味方3人で抑えていく。さあ、ナイス、うまい。さあ、ナイス様、左2枚。オッケーオッケー、あと、そこの2枚だけ。メガホンでしっかり押さえて。さあ、その2枚をしっかり押さえ切って、残り10カウント。これは勝ちでしょう。ナイス。はい、というわけで、これはね、自分も味方も完璧に噛み合った、いい試合でしたね。はい、それじゃあ2試合目やっていきましょう。さあ、編成は、味方超射程しかないですね。これはね、迂闊に自分が前に出ると、ローラー、北斎、クワットに、ボッコボコにされる未来しか見えないんで、まあ、なるべく慎重に行きたい。さあ、まずはメガホン起点から真ん中に2枚いるのが見えている。さあ、2枚とも落とした。さあ、ここで残り2枚。さあ、ローラー見えた。オッケー、敵3落ち。3落ちなんで、これ、ヤグラ乗っていきたいですね。さあ、最後のブラスターそこにいる。さあ、こう、ブラスター降りるんか。で、ここにジャンプが見えてるんだけど、これはやれないか、どまい。あ、でもやってくれたね。で、敵に落ちなんで、これどんどん前上げよう。前に上がって、ラインを上げて、ローラーがそこをそれやるか、それやりたいけど、オッケー、味方がやってくれた。オッケー、有利ついてるんで、もうね、ここ自分がどんどん前に出て抑えたいところ。味方、長射程しかいないんでね、前に出れるのは自分だけ。オッケー、メガホンでしっかり抑えつつ、おっと、ここに食アンダー終わりが見えて、お、ジャンプまで入ってきた。じゃ、ここね、ローラーが素通りしてったんだけど、まあ、それは無視して確実に2枚取っていく。そして、うえ！オッケー、まだ有利続いてるんで、矢倉戻したくない。さあ、そこにブラスター見えてるな、味方に任して、さあ、上にいる北斎。これは、やりきれない。まあ、でも味方がキル取ってくれ。そこのクワットはしんどいな。とりあえず、高台から寄りポジで取って、このジャンプは借りたい沼なんで、オッケーオッケー、ブラスター買って、クワットはちょっと厳しいんで、帰りつつ、見えた北斎を買っていく。さあ、敵は、うわ、そこのクワットは無理。危ねえ。で、メガホン溜まったんで、これでクワットをどうにかしたい。クワットをどうにか、オッケー。止めた。で、人数よりずっとついてるんで、このまま第3関門まで行きたいが、さあ、そこに来た北斎は、危ない危ない危ない。なんとか耐えて、さあ、それはやりたいけど、オッケー。クワットは壁か。高台から、いや、待って、しんどい。いや、ローラー後ろにいるのか、ナイス味方。で、下がってカバーに行ったけど、味方がやってくれた。さあ、そこにクワットがいるのを、オッケーやってくれた。オッケー、いい感じ。さあ、その北斎は射程で勝てんで、しっかり下がって、これメガホンをね、ちゃんと持ち帰ることによって、ここでチャンスがまた作れると。で、矢倉周りの敵1人だったのがやられたんで、あとは全員リスからっすね。さあ、ちゃんと塗りを維持しつつ、ローラーがそこを、で、そこにいるのはクワットか。クワットこれ味方と一緒にやりたいんだけど、まあ、無茶しない無茶しない。無茶せず、しっかり回って倒しきると、OK。いやー、どこだかいるくないそこ。大丈夫？ OK、やってくれた。さあ、矢倉にね、これ超射程しかいないから、味方が。なかなか矢倉がね、進まないんだよね。多分敵が突っ込んできたら、超射程下がるしかないからね。あ、でもこれで味方が3キル取ってくれて、さあ、そこにクワットと1枚、もう1枚いるけど。さあ、そこを高台からちゃんと抑え切って、さあ、それは、抑え切るか、ブラスター。オッケー、味方がうまい。味方が3キロを取ってくれた。あと、ローラーだけ、ローラーどこだ？ローラー、そこね、オッケー、ちゃんと抑え切って、残り10秒、突っ込んでくるね、相手。でも、それもしっかり抑え切って、ナイス、クワット。そして、なんとこの試合、19キル1連戦した。これは自分のスプラ人生の中でもトップクラスですね。はい、じゃあ最後の試合やっていきましょう。さあ、編成は、お互い長射程ごめんね。敵やばいな、編成。敵長射程とサポートの若葉しかない。オッケー、ナイスキル。
まあこれはね、パブロがじゃんじゃん前でキル取っていきたいと思ったけど、味方が強すぎてもうすでにキルを取ってくれている。さあヤグラバリアはしっかり乗って倒して、あとそこだけだね。ハイドラこれ冷たいな。敵ね、後ろ目の武器が多いんで、パブロはどんどん前詰めて圧をかけていきたいところ。さあそこにハイドラの音が聞こえているけど、さあ詰めれるか。ローラーがいる。いやーしんどい。これはメガホンためかな。一旦下がってメガホンをためたいんだけど、間に合うか。ちょっと間に合わなかったか。まあでもこれでキルが入れば熱いんだけど、オッケー、1キル。で、サイドラ下ろして、さあ、そこヤグラ上を止めれない。キルが入んない。ナイスキル、ナイスキル。ありがとう。オッケー、ここ一旦落ち着いて2対2。オッケー、ヤグラ一旦戻るか。ハイドラ降りてる。ローラリッタそこね。一人降りたな、今。ハイドラ右。これヤグラ取り来ないかなと思ってヤグラ周りで粘ってるんだけど来ないんで、ちょっと乗って、敵に圧をかけていきたい。オッケー、リッターが来る前に逃げて、ローラそこね。オッケー。で、これメガホン溜まるんで、あ、ごめん、これやばいか。これ先にそこ絶対落とそう。若葉。これ落としたいね。うわ、クソ無理か。ちょ、一旦下がろう。これね、人数不利なんで一旦下がって落ち着いていこう。これセンサーついてんだよな。いや、痛い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 。オッケー、ラッキーボム。さあ、これ関門はしょうがないから止めれるか。とりあえずボム置いとくけど。いや、ダメか。あ、もうリッター来い、リッター来い。これ、よし、オッケー、ナイス。これ詰めれる、これ詰めれる。このジャンプは絶対軽い。オッケー、入られる、入られるよ。オッケーね、2、3キル。あとリッターだけ。リッター詰める、リッター詰める。どこや、リッター。リッター引いてるね。オッケー、それ、あ、まじジャンプいるなら借りよう。オッケー、いやー、行くか。まあ、3、4キルしたんで、状況は打開できたでしょう。さあ、人数よりついてるんで、ここからどんどん巻いて。うわ、そこにも全然見った。オッケー、ナイス、味方。これね、味方が後衛気味なんで、自分はヤグラ任して前に行きたい。さあ、そこに2枚見えているが、これメガホンで、うわ、ボム危ねえ。いやー、メガホンに、あ、前行きたいんだけど。待って、そこ、いや、無理か。これ、ヤグラ周り取られて2落ちか。味方に落ちしたんで、これは下がらざるを得ないけど、粘るか粘れるか。無理しない、無理しない、無理しない。無理しない。これは下がる。下がりつつ、いやー、それ、うますぎー。あ、待って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 、おうえ。いや、そんなちょうどよくナイス玉来ることある。あ、まあ、また死にました、死にました。危ない、危ない、危ない。とりあえず人数よりついてる。オッケー、オッケー。塗り状況もいいから、塗り状況いいからね、無茶しなくて。うわ、味方強い、ナイス。オッケー、これ敵実に入ればそこ？これやるっしょ。待って、リッターもそこいんの？ちょ、待って待って、これ絶対やるよ。いやー、これ、抑えたいけど、ハイドラ絶対やるよ。これやる、絶対やる。いや、無理か、間に合うんか。いや、そのハイドラやりてー。ホップスナー当たってる、ホップスナー当たってるよ。絶対やる、絶対やる。オッケー、オッケー、オッケー、間に合った。そこに、うわあ！いや、そのリッターキル天才すぎる。ありがとう。これねー、第一関門取られてるから、第二関門前で止めたいんだけど、いけ。これやるか。いやー、逃した、最悪。第二関門で止めて、いや、そこやれちゃった。いや、うわー、に落ちた、やべ。この2落ちちゃえばナイス2キル、その2キル熱い。コメが本当、味方が天才すぎる。味方が天才すぎました。ありがとう。これ3落ちなんで、しかもメガホン温存できたのめっちゃ強いな。オッケー、これでじゃんじゃん前上げていきたいけど、お、危ない危ない危ない。焼いて。そこ見えてるの。お、これやれるくない？オッケー、ナイス。しっかり止めてよ、ローラーと、ハイドラスポね。オッケーオッケー。オッケー、ハイドラやっていく。ロースライル絶対やる絶対やる。オッケー、ラスリッターラスリッター、いけいけ、リッターやれ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 。若葉がやれるんかーい。いやー、今一人でワイプアウトのチャンスだったんだけどね。まあ実質一人でワイプアウトだったから、よしとしましょう。で、ここはね、ここが結構取られると敵の防衛強いから抑えたいんだけど、しんどいかこれは。いやー、無理だったか。さあ、味方ワイプアウトしちゃったんだけど、カウント10まで進んだんで、これはもう大チャンスですね。あとは1回メガホン貯めて抑えきれば勝ちと。そう、ナイスキル。うめえ。あ、うめえ。うますぎる。待って、やばい。それ、抑えたいけど。いや、これ、ヤグラだけ取れば勝ちだから。オッケー。ナイス玉か。いや、ナイスメッキ吐かして、オッケー、メガホンで残り5秒。これ、ヤグラ、シュシュできれば勝ち。来るか？いや、これ、ナイスショー。ナイス。はい、だけど、この試合もね、めっちゃ連キルできてよかったですね。はい、だけど、こんな感じでね、今後もスプラトゥーンの動画とか、パブロの動画とか上げていこうと思うんで、よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは。